入った入った。こんにちは、リルキー釣りチャンネル旦那です。今日はですね、目の前に橋が見えるポイントで妻と2人釣りを始めていきたいと思います。現在の天候は晴れ、気温は20度で水温は18度となりまして、日中めっちゃ気温が上がってた割には水温がですね、先週よりも1度ほど下がってまして、ちょいと不安があるんですけど、何より天気がいいですし、海の方は穏やかなので釣りをやるにはいい感じですね。ということで今日は手広く若ごと下籠でやっていこうと思いまして、妻は下籠で毎度おなじみの発光プランクトン、ハリ75ハリス 1.5 号と UV の水中ライトを使って、旦那はパックンカゴのワニ口を結束バンドで縛ってパックンを封印した若籠に、夜でも釣れるリアルアメビハリ75ハリス2号と6色発光の水中ライトを使ってやっていきます。そして今回も沈むと色変わる機、羽根付きバージョンを使って視認性を上げてやっていくのと、ハピソン UV 蓄光器をサビキ仕掛けに照射して、さらにカゴにつけた針に、旦那はナスガトモリにつけた針にアサリの切り身をつけて超過を上げていこうと思います。5月末の味調査と若籠と下籠の仕掛け検証という形でやっていく予定なので、今日は充実した兆候になりそうですね。最後までご視聴いただけたら嬉しいです。それでは電球機なぎさびき始めていきます。ゴーゴー。アジちゃんと上はまあまあ、これ下はリリーしようか。大きくなってきてもらおう。うん、あ、2つ食ってるよ。今日活性高いかもね。18センチぐらいで、もう1匹はこれはマイクラチちゃんでした。先越されちゃったわ。味ダブやん。家の中は部屋の中は、やっぱ外は寒くて。外は知ってます。パンツで寒いですよ。なんか肌が寒か。昨日のね、朝方もちょっと寒かったですよね。アジ、アジのとここれ何で、何で使ってる。あ、バーサースね。サバです、サバです。サバゴ、サバゴです。うまい。うまい。うまいけど、打ったばつか。さっきも立たなかったんだよね。
けど、あれうちなんかよくわからん。おー、ひどめ、早速当たってる。あ、入った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 当たった入った入った、マジやった。まさん、やんちゃんちゃんちゃん、ちょっとでかい、リアリーつまちゃんやっとです。サイズは19センチ。いいサイズね。飛んだね。飛ばしやすいな、だから。じゃあもう、夫は若干欲しいよ。妻は下か欲しいよでいいんじゃない。その方が面白いよね。でも、被害者だね。被害者ってそんな大してダメやん、夫って。だからいいんじゃない。泳がせとしつつ、入った当たった当たった当たった、マジ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 、めっちゃ表層でなんか左右に触れてるってことやな。マーサーかも。これ来ない、これ来ない、マーサーチク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 来たー、マーサー来た、でかくない？ダンダンのバーサーの方が。まあまあ。サイズは21センチ。うまい。めっちゃ入ってる。さ、めっちゃ入ってる。なんでしょう。あきちゃんでしょう。プルプル。プルプルする。ちょっと待ってみて。やった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 。ゴープランクトンがいっぱい出てくる。ゴープランクトンかね、やっぱ。発光プランクトンの上かご下かごで選んとしょうがない。そうね。でも発光プランクトンの今はなかなか手に入らんしね、うん、入った入った、プルプルで重い、プルプルはかすかな。お、妻も入った。あ、妻も入った。あの入り方はあれちゃんでしょう。わ、めっちゃ見える、めっちゃ見える。あれ。のサバちゃんゲット。あら、失敗した。当たってるよ。よしよしよし、撃って撃ってた。どうしたどうした、
か入れ食いですか。またこれ丸味っぽいな。なになに、トリプル、トリプル、トリプル、久しぶりのトリプル。なに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 、丸味、いや、マージ2匹とバサ、うん、すごい。お花ブ。リターンホーム。ちょん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 。袋に入ってるアジちゃんは妻の実家に後で届けに行きます。ぜひ。料理の長谷です。アジのお造りとアジの握りにつくね風アジバーグ、サバの塩焼きとごまサバになります。ごまサバは博多の名物料理となりまして、お酒にとっても合うんですよね。新鮮なやつでしか作れないんで、これも釣り人の特権ですかね。こちらのアジバーグですけど、がっつり味を味わいたいんで、つなぎなしで作ってまして、アジちゃんにきっちり仕事をしてもらいたいと思います。ということで、盛りだくさんの料理なんで、こちらの糖質ゼロを飲みながら自分たちで釣ったお魚を味わおうと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。またね。